今日はですね、自分が絵で飯を食おうと思ったきっかけみたいな、いろんなきっかけがあるんですけど、それについてお話ししたいなっていうか、絵で飯を食うきっかけとは言っても、別に今漫画で飯食ってるわけじゃないし、一時漫画で飯食ってたけど、でも一応ゲーム会社を作って、そのゲームの絵をね、自分で描いたりもしてるから、間接的にね、一応絵で飯食ってるって言っても過言ではないんじゃないかなとか、飲食店やってるから、飲食店のポスターとか書いたり、何かと絵は描くんですよ、本当に。ね、メニュー表作ったりとかさ、ゲームで絵描いてるのはでかいですけどね、ゲームの絵のプレゼントとかでもさ、やっぱ絵は描いたりするしさ、そういうことで一応俺がね、絵で飯を食っているっていうことは、ちょっと許してもらいたいんですけど、古くはね、遡るとね、14歳かな、中学2年生の頃が自分が絵で飯を食おうって思ったきっかけになるんですかね。なんかね、俺は神奈川の川崎市に生まれてね、俺の世代だとね、本当に不良地域っていうか、川崎市って隣が町田なんですよ。で、町田と川崎市ってすごい治安が悪くて、どういうことかっていうと、川崎市は神奈川県、町田は東京都。はい。で、この2つがね、神奈川県警と、すいません、絵描き終わったんですけど、結構ね、ゴリゴリ描けて よかったですわ。結構ね、ゴリゴリとした線が描けて、トーン使わなくても良くなってきたなっていうのが、はい。で、ごめんなさい。神奈川県警と首都圏、川崎市の神奈川県警、町田の首都圏がね、ものすごい昔はね、その、仲が悪くて、そこの連携がうまく取れていなかったらしいんですよ。で、神奈川と東京には多摩川っていうラインが、川があって、でね、町田で犯罪を犯して、多摩川にバイクを置いて、バイクで神奈川に逃げるみたいな、そういうルートがね、ゴールデンコースが昔あったらしくて、だからとにかくね、川崎って治安が悪い国なんですよ。隣が町田であるっていうのもあってね。で、そういった説明が終えて、何がかっていっても、自分の中学校の子もね、結構治安が悪かったと今思うとね、今自分子供がいて、ね、学校内にスクーターが入ってきたりとかさ、根性焼きをしてる学生とかさ、学校の進路にヤクザみたいなさ、本当に、うちの中学校は進路がヤクザみたいな人が結構いたからね、俺はね、結構自分のことを、その当時はすごい真面目っていうか、根性なしの真面目っていうか、何も面白みのない真面目クズだなと思ったりしたけど、それはね、なんて言うんだろう。その地域のね、人間性がやばいっていうか、意外とその学校、中学校出た後だと、自分は高校行かないで、16歳から漫画家さんのアシスタントとか行き始めたんですけど、でも俺の中学校とかって高校行かない人が山ほどいて、その後普通に土方というか建築業で働いたりとか、すぐ結婚しちゃったりとか、ヤクザになっちゃったりとか、失踪したりとか、いろんな生徒がいたから、別に高校に行かないでアシスタントをするってこともさほどね、うちの地元の都合上そんな違和感なかったっていうか、前振りはさておきね、そんぐらい治安が良くない学校、地域で俺は、育ったのかな。神奈川の川崎の町田の隣の、そういったところに住んでたんですけど、治安の悪さをあんまり説明しすぎると、その土地の風評被害になるのかな。わかったけど、俺はもう40歳だからもう40年前のような話だけどさ、学校の下校の通りにね、骨継ぎ道とかあるんですよ。骨継ぎ坂かな、骨をね、継いだような道だからね、骨継ぎ坂みたいなさ、なんですかね、学校の下校時の道の名前がさ、骨継ぎ坂でさ、なおかつさ、そこに自殺しちゃう人とかもいっぱいいてさ、で、ね、ちょっと遊びでガティラにね、その廃屋というか、もう誰も住んでない廃屋の中に入るとなんか、神風特攻隊の頃に書かれた軍歌みたいなさ、なんですか、戦時中のね、そういう、なんか壁に書いてある文字とかが山ほどあってさ。という感じでね。
まあ、自分が絵で飯を食おうって思うようになったきっかけの前振りとして絶対にこの地域の治安の悪さの説明は必要で、でまあ本題となりますね。まあ何よりか絵で飯を食おうかっていう話となりますとね、まあ俺は本当に普通に絵は好きだったんですよ。まあ友達でね、俺の友達でね、今でもまあ俺は親友だと思うんですけど、親友二人がいてね、まあよくその二人と俺遊んでたんだよね。でその親友はね、あのね、本当に勉強もスポーツも何でもできて、まあ俺の幼少時期の劣等感というか、ああ俺もうダメだなって思うのをね、自己否定をするにはね、十分な逸材というか、まあ仲のいい男友達二人がいてね、でも唯一ね、その二人にね、俺がまあ勝ってるっていうか、これだけは勝たせてくれって思うものがあって、それがやっぱ絵だったんですよね。でみんなね、男二人、親友二人が野球する、サッカーする、ね、フライが取れるっていうのは俺は何もできないっていうので、まあ、唯一絵だけは描けるなとか思いながら、まあ、絵は必死に描いていたんですよね。なんかすごい寂しい話になってきましたけど、まあそれで、まあ、中学生、小学校、中学校にもなってもやっぱ俺は絵が好きで、で、まあ、美術の授業とかすごい頑張っていて、でその美術の先生も変わった人で、どんな課題があっても、俺はどんな好きな絵を描いていいっていう、なんかよくわかんないけど、俺が何描いても褒めてくれるんですよ。楽しそうだからっつって。なんか、奈良か京都とかに修学旅行に来ましたって言った後に、その帰りに俺がその頃の思い出をなんか絵にしましょうとか、美術の都合であったとしても、俺はガンダムを描いてもね、その、すごい先生だったわ、ほんと。ガンダムを描いても、その通信簿で5億くれる人だったんだよ。本当に未だになんかその人は俺の中では軽い恩師というか、絵が好きっていうことを、まあ俺は絵が好きだよっていうことを認めてくれた人っていうか、まあその人はねまあそのどこまで本当か分かんないけど、その女子生、中学生の生徒にね、ちょっとしたなんか悪ふざけをしちゃったっぽくてね、なんかいなくなっちゃったんですけど、まあね、そんぐらいの人だから俺のこともまあ褒めてくれたのかもしれないけど、まあそっから美術の先生は変わってすごい真面目な人になって、俺の美術の通信簿は一気に下がっちゃったんですけど、なんかモネとかなんちゃらが、その、この頃何を考えてましたかとかになっちゃって、そこでね、俺ガンダム書いても点数踏んなくて、あれっつって、ルールが変わったみたいな、もうモネとかなんとかか言われても、俺はガンダムさえ書いていれば点数くれるのに、とか思いながら、まあそういった恩師がいた中で、まあ要は、友達二人から劣等感を植え付けられ、で、それで美術の先生では何を描いても褒められるっていうね。まあ一応、俺が絵が好きになる土台はもう環境的に整ったんですよね。この二つで。まあそういうことを考えると、まあその二つがなかったら俺って絵描いてんのかなとか、例えば友達二人がスポーツできなくて、まあ俺も多少スポーツした時に劣等感味わなかったりとか、中学校の先生がね、なんかとんでもない、なんか、スパルタ教員とかだったら、スパルタ教員っていうか、まあ、俺がね、好きな絵描いても褒めてくれない人だったら、やっぱ俺絵描かなかったのかなとか思っちゃうんですけど、まあそういった都合で俺は絵が好きな少年だったんですよ。まあ学校とかあんま行ってなかったんですけど、まあちょっと、まあ3日に1回休むぐらいだったんですけど、学校とかあんま行ってなかったけど、なんか美術の課題とかちゃんと出す男で、だから学校はあんま行かないけど美術の課題はしっかりやる男だったから、ある日ね、学校に行かないで家で美術の絵を描いていて、美術の絵が完成したから、その自分のね、好きな美術の先生にね、学校が終わってから届けに行ったの。学校行けよって話なんだけど、やった完成したみたいな感じで美術の先生に見せに行こうっつってね。で放課後ですよ。だから俺が学校に行くのは放課後で、もう部活とかもちょっと終わり頃の頃の頃に、でそのうちの学校は2つの入り口があって、まあ、正面玄関と 裏玄関みたいなのがあって、裏はねすっごいね薄暗いね森の中をちょっと歩いていくんですよ。丘の上にある学校だったんで、でね、まあ、正面玄関から行くのもどうせ空いてないしつって、俺はその裏の門からね、裏の階段から上がって届けに行こうと思ったら課題をね、で、それのところね、やっぱ俺はエヴァンゲリオンの、ガンダムじゃなくてエヴァンゲリオンを描いたね、ちょうど俺が14歳の頃に確か碇シンジ君も14歳だったから、ものすごい碇シンジ君とこう、シンクロ率上がっちゃって、で、その時はね、確かね、ゴミ拾いをしようっていうポスターをみんな書きましょうっていう時に、俺ね、2号機描いたんだよ、エヴァンゲリオンの。その2号機が初登場で、ソウリュウ・アスカ・ラングレイが、その、なんつうの、
海の戦艦なんだっけ、空母じゃなくて海軍の戦艦から飛び立つシーンを俺描いたんだよね。もうさあ、セル画を完璧模写する形でさ、もうね、綺麗な2号機が描けましたよ。でさ、先生に褒めてもらおうって思ってさ、で6時ぐらいかな、その放課後に裏道通って行ったら、まあ初めにね話した、その一応ヤンキー学校だから、とある生徒がね、もうね、リンチされてるんですよ。その日常ですよ。なんかね、リンチってね、あるんですよ。別段、その漫画の世界じゃなくて、俺の世代にはね、ちゃんとリンチっていう、なんていうの、どんぐらいの頻度かな、わかんないけど、ガリガリ君の宝くじぐらいの頻度ではね、やっぱリンチとかには目撃しちゃう、立ち会っちゃうような学校で、わー、俺終わったわーって思って、何が終わったか、わーって思って、っていうのは、リンチを目撃しちゃったら、その口封じのために俺もリンチされるんですよ。社会の図式ですよ。もう俺はその頃から社会ってこういうもんなんだなって軽くね、感づくぐらいなね。ああ、俺リンチされるわ、みたいなね。まあ今じゃこんなのね、ないとは思うけど。でも俺はね、その時ね、立派な2号機を書いてんだよ。背中に背負ってるの、あの筒でね。あの、学校には行かないけど、自分の解体は大事だから、筒のね、その、ちゃんと丸めて折り、お、なんか、その、絵がね、折り曲がらないようにね、筒に入れてね、こう、持ってったの。で、とある生徒がさ、上級生からリンチ受けててさ、もう口から血出して、うーとか言いながらさ、で、上級生が俺に気づいてやってきてさ、あー、ボコされるって思ってさ、で、お前何なんだよ、見ただろう、みたいな上級生が詰め寄ってきて、で、俺もなんか、なんだろう、もうこれだけはいいやって、これだけは言わせてもらおうと思って、見ましたっつって。だけど俺には使命があるっていうか、本当に。でこれだけは聞いてくださいっつって。これだけは、もう何を俺にしてもいいから、これだけは届けさせてくださいっつって。俺背中から筒を出して、バッてね、こう、エヴァンゲリオン2号機の絵を見せたんですよ。もう俺が持ってる勝負っていうか、俺の持ってる戦える武器ってそれしかないから、上級生に、これを先生に届けに行くんですって言ったら、その上級生たちが集まってきて俺の絵を見て、うまいじゃないかって言ったの。本当に。ね？で、それで、その、行っていいよって言って、行っていいよとか、まあ、届けに行けよみたいな。まあ、俺が必死に描いたっていうか、うまいっていうか、それを見てね、褒めてくれたんだよね。で、知らん、その下級生、俺のは別に知らん下級生、うーって言っててさ、もう、助けてみたいな、うーって言ってなんか、別段、ね、その俺はボコされねえだから、あ、失礼しますって言って、まあちょっとその人のことは俺はその後どうなったか知らないんだけど、ああよかったわっつってね、その絵を先生にね見せてね、その先生にも褒めてもらって、ああうまいじゃんっつって、よく描いたじゃんみたいな、ああありがとうございますって、その先生はまたちょっとセクハラっぽいことして飛ばされちゃったんですけど、もう話がめちゃくちゃなんですけど、リンチはされてるわ、学校行かないわ、先生はセクハラするわ、もうめちゃくちゃな話なんですけど、その時に俺は、なんだろう、あれ、俺自分の絵で、自分の絵が社会に通用したっていう変な錯覚を得たんですよね。自分の絵のおかげで俺はボコされる必要がなくなったんですよ。まあ、なんかそれは俺の中では納得したんですけど、なんかこれを聞いた方は、あ、そうだね、だから絵を描くようになったんだって納得いってもらえるのかな。でも自分の絵に俺は助けられたんだよね。だからその時に俺は絵で飯を食おうっていうか、絵というものにすごい座るようになっちゃったとは思うんだよね。一段そこでさ、その上級生に好かれることもきっとできないだろうし、絵を見てもらうっていうのが俺っていうものを評価してもらうときに優秀であるのと、それを褒めてもらったときにすごい嬉しかった。あれはね、なんか印籠みたいだったね。もしかしたらその美術の先生も、まあ調子に乗るなら、その俺だけに、俺が好きなロボットを描いても点数をくれたのは、まあ俺の絵が上手いとか、俺の絵を好きでいてくれたからなのかなって思って、まあいろんな形でその
これは絵に助けられてきたから、そういったことが積み重なって絵で飯を食おうと、まあちょっとね、まあ40歳にもなってね、まあ今回は弟子ペンっていう新しいペンを俺は手に入れてね、これからこのペンで戦っていこうかなと思う。まあね、絵は楽しいね。もう16歳から描いてるけど、描いてる時は気持ちは同じだね、あの頃と。なんかね、あの頃聞いてたね、エレファントカシマシとかをね、聞きながら絵描いてるとね、自分が何歳か分かんなくなる。ずっと同じことしてるから。もう16歳の頃に、ああ、うまくなりてーって思ってるのと、40歳になって、ああ、うまくなりてーっていうのが全くね、純粋に同じなんだよ。だからそういう気持ちって、なんか、いいですよね。はい、いい話でしたね。